大阪府立国際児童文学館は2009年12月27日まで大阪府吹田市の万博記念公園内に所在し、日本国内外の児童書や関連書籍を収集し、研究を行っていた文学館専門図書館。略称はIICLO。1979年の国際児童年を記念して事業が計画され、滋賀県と激しい誘致合戦を繰り広げた末に、児童文学研究者、鳥越伸から12万点に及ぶコレクションの寄贈を受け1980年に準備組織として財団法人大阪国際児童文学館を設立。1984年5月5日に開館した。館の設計は大阪府建築部営善室が行い、1998年には建設省の公共建築100選に選定されている。シンボルマークは庵野光政のデザインで、横笛を吹くギリシア神話の牧神、パンをかたどったものである。1986年から1990年までは柴良太郎が財団理事長を務めていた。東京、上野の国際子ども図書館を上回る約70万点の資料を所蔵、公開し、同種の施設としては日本最大の規模であった。また、研究施設としては児童文学のみならず漫画を含む広範な子供の読み物に関する調査研究を実施していた。漫画単行本や漫画雑誌も少年漫画、少女漫画を中心に多数所蔵していたため、研究者や愛好家の間でも知名度が高く2008年には貴重な資料を横断的に収集しており、職員の専門性と相まって漫画研究に欠かせない拠点であるとして第12回手塚治虫文化賞特別賞を受賞している。1階の子ども室は小学生以下の利用者を対象に無料で開放されており、約3万冊の図書や紙芝居等を貸し出していた。2階の閲覧室は中学生以上を対象に閲覧を行っていたほか、インターネットを通じた複写資料の請求受付やレファレンスサービスも行っていた。1984年に開館して以降、新刊を中心に年間約2万点の資料を出版社から無償で寄贈されていた。国立国会図書館法における納本制度のような義務に基づかない民間の自発的な協力による資料寄贈としては日本国内で最大の規模であった。また、出版社のみならず一般の利用者からも資料の寄贈を受け付けていた。収集していた資料は児童文学を中心にライトノベル、絵本、紙芝居、漫画単行本、児童誌、漫画雑誌、またそれらに関連する同人誌や研究書等である。貴重書としては赤い鳥、子供の国等の大賞、昭和初期の児童史や日本における児童文学の講師とされる小金丸をはじめとする岩屋さざなみの著作、立川文庫初版本の全巻選等がある。このほか、通常の書籍流通ルートに乗らず、玩具として流通したものや、振り子絵本のような歌詞のおまけ等も存在する。資料の保存に際しては、可能な限り刊行時の状態のまま保管することを最優先とし、一般の図書館で広く実施されているフィルム装着式の補強や蔵書管理用のバーコード帳付、雑誌の複数号をまとめて製本する等の作業は行わない。散逸しやすい雑誌付録や通常は廃棄されることが多い表紙や帯、箱、挟み込みのしおり、新刊案内、アンケートはがき等も可能な限り保存しており、岩波少年文庫のように刊行時期により想定が異なるレーベルについても、同一タイトルを想定の種類別に収集している。単行本に関しては、ポリプロピレン製の透明カバーで保護している場合もあるが、これも表紙を外した状態を確認する際の支障とならないよう取り外しが可能になっている。1984年の開館時より、日産自動車と共同で新人を対象とする児童文学賞、日産童話と絵本のグランプリを開催していたほか、児童文学に関する世界各国の優れた研究を表彰するため1986年、グリム兄弟生誕200周年及び、大阪府立大手前高等学校開校100周年記念事業として、同校の同窓会、金蘭会と共同で国際グリム賞を創設し、各年で表彰を行っていた。また、富士通東北システムズが開発する子供向けの読書支援検索サービス、本ナビキッズの研究に、筑波大学図書館情報メディア研究科と共同で参加していた。2008年2月、大阪府知事の橋下徹は、大阪府の厳しい財政再建問題の中で、国際児童文学館が所蔵する約70万点の図書資料を確実に保存、活用し、府民利用の向上と子供の読書振興を図るためには、児童文学館を大阪府立中央図書館に移転することが適切と判断した。国際児童文学館の知名度の低さ、立地の不便さ、来館者が少ないことなどを理由に、マーケティングの観点から、場所は中央図書館の方がいい。圧倒的に子供たちに見られるところへ移し、本を活かせるようにしたいと主張した。これに対し、館を運営する財団法人大阪国際児童文学館は、一般の図書館とは目的が異なり児童文学に特化した文学館であるからこそ、出版社から年間1万点の蔵書の寄贈を受けている点をはじめ、国際的に高い評価を受けているとして、当配合案に反対を表明。作家や研究者、日本漫画学会、地元自治体である吹田市も当配合案に反対を表明した。同年6月には、朝日新聞社が主催する手塚治虫文化賞において、貴重な資料となる漫画や、児童書の収集と、子供文化の総合的研究などの四半世紀に及ぶ活動に対して特別賞が授与された。大阪府教育委員会には同年6月9日までに 85,606 筆の存続を求める署名が提出されたが、教育委員会は7月の臨時府議会で知事案に沿って2009年度中の早い時期に中央図書館との統廃合を実施する方針を表明した。なお、6月から7月にかけて実施された財政再建案に対するパブリックコメントでは、当配合案に反対が475件、賛成が17件であった。同年9月6日、橋本は勤務状況の評価を目的として、自身の施設秘書に命じ、館内の状況を無断で撮影させていたことを明らかにし、映像を見る限り、来場者を増やす努力を行っている形跡は全く見られないと、酷評、改めて統廃合案の正当性を強調すると、共に1階の子供室で来場者の児童が漫画ばかり読んでいるとして、漫画図書館にでも解消すべきだとした。なお、児童文学館における漫画対抗本、雑誌の所蔵資料全体に占める比率は、蔵書全体の 14% とされる。2009年3月、橋本及び教育委員会の方針に対し、府議会では大阪府立国際児童文学館条例廃止を賛成多数で可決をした。同館の廃止統合への流れが強まったことに対し、開館時に多数の資料を寄贈した児童文学者の鳥越伸らが寄贈した資料の返還を府に対し求め、橋本知事も配慮したいとして、府教委に対して、返還を検討するよう要請した。なお、鳥越伸は国際児童文学館の総括専門委員、常任理事を歴任し、寄贈者としての立場だけではなく、利用者が少ないと指摘される文学館を運営してきた責任者としての立場も持っている。同館の廃止統合が決まった後の2009年3月16日、寄贈した鳥越伸たち児童文学者ら29人は、寄贈資料約1200点の返還を求め、大阪地裁に提訴したが、2011年8月26日、判決が下り、原告らの訴えは棄却された。その後、大阪高裁でも2013年9月5日に、控訴棄却となった。さらに、最高裁が2014年9月4日に、大阪高裁判決を支持して、原告の上告を棄却し、原告敗訴が確定した。2009年12月27日に閉館、2010年3月末に廃止され、児童書等の資料は中央図書館に移管され、2010年5月に大阪府立中央図書館、国際児童文学館として再び公開されることとなった。関安男中川正文高専三級以下は閉館前の情報である。ありがとうございます。